はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはですね、こちらです。はい、じゃんということでね、出ました。またリフォルメーションシールウェハース、そちらからね、ハンターハンターの第3弾が発売されました。またね、懲りずにボックス3ボックス購入しました。はい、いや、前回はね、の呪術廻戦は3ボックスでフルコンプできましたけれどもね、今回はどうでしょう。なんかね、できる気がしません。はい、まあ、とりあえずちょっとボックスね、開封したいと思います。はい、開封しました。パッケージのイラストはこの2種類ですね。はい、まあ、これを見た感じでもうね、ハンターハンターの中でもブリードアイランド編のやつかな、うん、絵柄を見るとそうですね、ブリードアイランド編。今回は、はい、1026種プラスシークレット2種なんで28種ですね。はい、28種コンプリートできるか、一つずつね開封していきましょう。まあ、例のごとくね、上の方だけカットしていきます。はい、全部カットし終えました。ではね、一つずつ開封していきましょう。では1枚目いきます。せーの、これはいきなり出たな。これなんだ、プリズムに白押し、おお、じゃんけんグーですね。はい、あ、ここにHR ってあるんで、24番 HR、 これはハンターレアかなですね。ハンターレア、ハンターレアのゴン、なんかすげえかっこいい。まあ、じゃんけんって書いてあるんだね。じゃんけんグー、いいね。はい、はい、いきます。せーの、あー、ひそか、はい、ひそかですね。ひそかは04番ノーマルですね。はい、ひそか、はい、いきます。せーの、お、これはボマーたちですね。はい、17番レア、ゲンスルー&サブ&いきます。せーの、あ、ゲンスルー来ましたね。ゲンスルーのこれはスーパーレア SR、 うん、ゲンスルー、はい、はい、いきます。せーの、あ、ゴレイヌですね。はい、ゴレイヌ15番レア、ゴレイヌ、はい、いきます。せーの、お、クロロ、はい、クロロは7番ノーマル、はい、はい、いきます。せーの、あ、フェイタン、フェイタン、はい、8番ノーマル、フェイタン、はい、せーの、あ、レイザースーパーレアですね。はい、18番スーパーレアレイザー、はい、せーの、あ、ビスケ、はい、14番レアビスケ、はい、せーの、あ、キルア、俺の推しキルア、はい、2番ノーマルキ
切るわ。はい、いきます。せーの。あ、これはキルアとビノールと戦闘シーンですかね。13番レア。せーの。あー、ダブった。はい、せーの。あ、来ましたね。ゴン・キルア・ヒソカ、ドッジボール縁のやつですね。スーパーレア。19番。せーの。あ、これはイータですね。はい、06ノーマル。はい、いきます。せーの。おお、これまたキルアとバブルフォース。12番レア。はい、せーの。あ、ゴンですね。はい、これは01番でしょう。はい、1番ノーマルゴン。はい、せーの。あ、ビスケでも、これは違うビスケ。はい、3番ノーマルビスケ。はい、せーの。おー、キルア来たね。キルアのスーパーレアかな。はい、スーパーレアですね。23番キルア。はい、せーの。あー、シャルナーク、シャルナーク。はい、09ノーマル。はい、ワンボックス、もうラストです。なんかこれといったレアが出てこないな。1枚もない気が。ハンターレアが一番あれか。最後、せーの。あれれ。はい、ゴンとキルア10番レア。ということでね、ワンボックスでなんかこれといったダブルハンターレアもシークレットも出なかったですね。これハズレボックスですね。ただね、ここに気づいたんですけど、金の台紙で必ずもらえるコレクションファイルキャンペーンって言って、中の台紙が金色だったらもらえるらしいんですよ。それを見ずに開封してきましたが、ちょっと一旦ね、どういう感じで入ってるか見ますけど、これハズレですよね。この台紙が金色だったら当たりってことですよね。はい、ちょっと見返してみます。はい、一応ね、全部台紙見ましたが、金色ないですねいや、これどのぐらいの確率で入ってんだろう。でもこれによってボックス買いをする価値が出ましたね、もしかしたら金が入ってるかもしれないよね。これ全部多分外れですね。はい、といった感じで、では2ボックス目入りたいと思います。はい、では2箱目いきます。もう2箱目からはね、上をカットじゃなくてもここからピッていっちゃいますねはい、この時点でもう違いますもんね。台紙の色とかも確認できるんで、この開封方法でいった方がいいな。はい、では1枚目。あ、ダブリ。はい、2枚目。あ、違うね。はい、あー、ダブリ。はい、ん、違う。はい、ダブリ。はい、あー、違う、ダブリ。はい、あー、金じゃない、ダブリ。あー、金じゃない、ダブリ。はい、あー、金じゃない、持ってる。はい、金じゃない、あー、持ってる。はい、
ど、なんかキラキラ。じゃんけん。ちょっと待って、同じような相当じゃないのこれ。やばくない？はい。ああ。あ、でも持ってないぞ。アベンガネ、アベンガネ、16番レア。情熱、はい。ああ、違うな。持ってる。持ってる。はい。ああ、違う。持ってる。はい。持ってる。持ってるじゃない。はい。あ、でも持ってた。はい。レア2枚出て2枚ともこんなんですけど。はい、2ボックス目もね、ラスト1枚です。わあ、金の台紙も出ないよ。出たぶり。はい、今回2ボックス目最悪ですね。持ってないの1枚しか出なかったですね。しかも金の台紙も入ってないっていうね、めちゃくちゃダブリだこれ。胃が痛くなってきた。はい、ではそのまんま3ボックス目いきます。こっからもうね、じゃんじゃん開けていっちゃいます。あ、これはじゃんけんとは書いてないか。あ、持ってない。これは違う、ゴンだ。お、かっこいい。あ、これは、あ、シクだ。シークレットゴンでしたね。シークレット27番。キルアじゃなきゃダメなんだ。いい。これハンターレアと同じ箱押しなんですけれどもね、いいねこれ。はい、スーパーレア20番。はい、これまた嫌っている。じゃんけんとは書いてない。どうだ。やっとキルは来た、キルは来た。はい、あ、これ、あ、シクだ。しかも28番シク、すげえ。シク2枚入ってるボックスがあった。当たりと外れボックスがすごいな、差が。生まれた時から浴びてたぜ、家庭の事情でね。はい、電気を帯びてる時のね、キルアですね。うおー、これがシクでした。まあゴンできたらシックはもう一つはキルアだよね。いいね。はい、あ、持ってない。セズゲラ読みにく、5番の丸チェズゲラ。
これ持ってない。ゴンとマリモッチ11番レア、はい、お、持ってないの来ました。ハンターレアかな。あ、ダブルハンターレアだ。これがダブルハンターレアか。26番、ゴン、キルア、アカンパニーオン、いいね、イラストいいな、これかっこいい。金の台紙出ましたね。明らかに違う台紙出た。当たりって書いてある。でここにねシリアルナンバーが入ってるんでちょっとお見せできないんですが、シリアルナンバーと、QR コード、これを入力すればあれなのか。てっきり俺この台紙を送らなきゃいけないのかと思った。じゃあこの台紙は取っておけるね。グリードアイランドバインダーデザインって書いてある。あー、やっぱグリードアイランド編だからね。60ポケット仕様、おー、やった。はい、これ当たり台紙出ました。ビスケ、ビスケ、元に戻ってるビスケ。22番レア、スーパーレアビスケ。はい、3ボックス目もねラスト1枚。はい、ということでね3ボックス目開けましたけど、3ボックス目めちゃくちゃ当たりボックスもうこれなんだろうね、高低差ありすぎて耳気になるねこれね。いや何これ、当たりボックスはさ、なんかシークレット2枚にダブルハンターレアに当たり台紙が入ってるっていうちょっと笑っちゃうね。このボックスだけで、このワンボックスだけでこれが出ましたからね。やばいでしょ。すげえ当たりボックス。このラインナップを見ると、シークレット2枚あるけど、逆にダブルハンターレアが1種類しかないんだね。ということは、リアリティ的にはダブルハンターレアの方がレアなの。まあ、とりあえず持ってないのをちょっとリストアップしますか。はい、全部ね一応揃えました。では見ていきましょうか。はい、番号順に行きますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 気づきました。このハンターレアのゴンの後のハンターレアのキルアがないんです。それがあればコンプだったんです。惜しい、めっちゃ惜しい、セミコンプ。そのね、ハンターレアのキルアがこの柄のやつなんですよね。うわ、めっちゃ欲しい。うわ、ハンターレアのキルアだけ出なかった。セミコンプ。まあでもね、まあ、セミコンプながらも一応この当たりを引いてるんで、この一応実証見分みたいな感じになっちゃったけど、3ボックスに1個を。3ボックスに1枚入ってるかどうかって感じなのかな。まあ、実際自分がね3ボックスにで1枚出たんで、
もう単純にそういう計算になるんですけれども、どうなんでしょうね、他のボックス買いした人はどうなのか分かりませんけれども、まあ、ただね個別で買って当たり出たら強運だと思います、かなりの強運だと思います。はい、といった感じでね、今回は残念ながらコンプならず。いやー、まあでもセミコンププラス当たりが出たんでね、まあ、自分としては十分満足です。はい、まあ、キルアに関してはねもうしょうがない、普通に買います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録したい方はチャンネル登録よろしくお願いします。次回はチェンソーマンでお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。